野口義作り5月6日から1974年7月30日は政治家第15代八王子市長1889年5月6日茨城県稲敷郡久木崎村で4男として生まれる順天中学校を卒業後日本医学校に進学するも1909年中退7年空白が秋1916年 東京日日新聞社に入社。販売部に配属される。八王子販売所所長就任後、新聞販売店を経営している。1937年、八王子市議会議員に当選。翌年副議長に就任。警防団副団長、大制翼三会八王子渋いじ、八王子翼三層年団顧問にも就任している。1942年、 二期目に当選。名誉職参事会員となる。1945年11月22日、小林吉之助により、助役に就任宿泊整理事業などを進めるも、1946年、体制翼参会の幹部を務めていたことから、公職追放となり、助役を退任。自治功労者として表彰される。退任後全国新聞販売協会の事務局長。 相談役を経て、1955年4月市長選に、立候補するも、現職の小林吉之助に、約5000秒差で落選する。1957年に、市役所の不祥事から小林が市長を辞職。2月24日に、市長選挙が行われ、自民党の公認を受けた野口が当選した。毎日新聞社社友の後輩である。 植竹窓担ぎを助役につけている。市役所の部署再編、浅川町、北八王子工業団地造成、1964年、東京オリンピック自転車競技の誘致を行った。1961年2月に退任した後は、人権擁護委員などを務めた。1974年7月30日、死去。ありがとうございます。